いろいろ我々が脳みそで働いてる、いろんな、これはいいだとか悪いだとか善悪だとか、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、こうなったらいいな、ああなったらいいなっていうやつのその根底のとこね、これがパラダイムだよ。これをだからこれの変換っていうか、これが壊れるというか、それそういうのがまあここで言う洞察だよ。だから私たちが考えてるのはさ、自分で一生懸命考えてこれがいいとか悪いとかとか思ってるように思ってるけれど、だから私の意見ではとかさ、あと俺の意見ではとか、こうやってる、まあ、会社なんかみんなそうだけどさ、俺の意見だとこうだとかさ、ああでもないと、なんかみんなほとんど教え込まれたことでさ、オリジナルの意見なんかありゃしねえんだよ。それはアフリカに生まれた時とね、やっぱり日本に生まれた時でさ、意見なんて全然変わっちゃうわけでしょ。でそれだけど自分の意見だって思い込んじゃってるんだけど、それは全然自分の意見でも何でもなくて、ただ刷り込まれた意見なんだな。で例えば好き嫌いとかさ、あのお姉ちゃんが好きだな嫌いだなって言って、結構文化的な条件付けがすごく強くて、平安時代の美人と今の美人は違うとかね。だからもうかなり、まあ、それが全てとは言わないけど、かなり曖昧なものなんだな。だから実際思考っていうものはそれだけ条件付けられてるんだよね。これだからそれはもう どれだけ条件付けられてるかって、物の考え方だけじゃなくて、むしろ日本語だからこういうものの考え方をするっていうこともあるだろうし、英語だからこういうものの考え方をするっていうこともあるだろうし、そういう言語でも言葉でも縛られてるよね。で加えてこう文化的な条件、やっぱりアフリカのおじさんなんか刺身なんか食わないと思うよ。でなんか虫なんか食ったりもできる、虫食うのが悪いってわけじゃないんで、そういうのもうだから食べ物とかさ、あらゆるものがこう全体がこの思考過程に影響してるわけでね。そうするとだから そこでそのこの何て言うのか、こういう条件付けを受けてないそのところがあるかどうかっていうところが、まあ要するにあれなんだな、洞察になるわけね。そうすると例えば色即是空が分かったところで寿司が嫌いになるわけじゃないわけだ。ただ寿司がうまいなと、ただ寿司がうまいと思う自分がいないだけの話でね、ただ寿司がうまいだけで、それはその時はもう何ていうの、変に、まあ、こういう言い方どうかな、意地を張ったりはしないわけだな。例えばある仕事なんかである意見を出しても、それはただ意見を出してるだけで、だから俺よく会社なんかで議論あるのは、誰かなんか適当にさ、思いつきでなんかある案件かなんかをとりあえず白だって言っちゃってさ、言っちゃったけど他からなんか攻撃されたらムキになってさ、いやこれは白です、これは白ですってずっと言い続けなきゃいけないような状況に陥ったりね、そういうことはなくなるよね。誰か黒ですって、あそうかなっつって、それでふっと終わっちゃう。結構あるでしょ会社なんか、ただそんなに深くなんか考えてないんだけどさ、ただ言っちゃったと、で俺はこう思うんだっつってさ、こうなんかそういう議論になっちゃう。だから今の政治なんかみんなそうですけどね、そういうのってナンセンスなんだよね。一体全体として何が大事かってことを考えられないんだな、議論なんかでも、ということになるわけ。それでこのじゃあ洞察っていうのがどうやったらできるかと。それでね、そうだ、じゃあ一つ、それでなんでね、こう我を持っちゃうかっていうことだけ、構造はこうなんですよ。一応説明して、まあ、人間には五感がありますよね。目、眼に耳、眼に弦に鼻だっけ？鼻か。いいですよ。耳鼻。あ、耳鼻か。耳鼻だ。耳のがやっぱり偉いもんな。鼻が偉いもんな。
あの、下。で、身だな。身、身。で、いいんだ。で、1、2、3、4、5、6あるよね、6個。で、やっぱね、五感っていうでしょ。やっぱこことね、これはちょっと、これはだから、いわゆる心とか言われてるもんじゃない、思考とか、意っていう。目で見る、耳で聞く、鼻で嗅ぐ、舌で味わう。で、身っていうのをこう感じるっていうね。これはいわゆる五感ですね。で、なんかよく言うのは第六感って言って、第六感っていうのはここじゃないですよね。第六感でこう感じるとかいう、一つの感覚なんです。で、まあ、これはちょっと別扱いになっちゃうんだけど。で、これは思考だな。で、まあ、こういう、今度ちょっと勉強してみようかなと思うんですけど、実際に、通信教育かなんかで、いや、どこだっけな、調べたら、なんだっけな、なんとか大学ってなったな、通信教育、なんだっけな、お先生、仏教、仏教、だからね、有意識とね、これ、こういうの勉強するの、有意識なんだよ。有意識、あと華厳、それとね、いくつかこうやってね、借りきらなかったね。でね、入学金がね、3万円か4万円だったかな。それでね、月謝がね、年間13万円だったかな。例えば一緒に勉強する人います？あ、俺コピーあげるから。ネットのあれですよね。ネット、そう。ネットでね、やってね、多分高なんとか大学って言ったら、なんか、聞いたこともないような大学なんです。私もやろうと思ったんですよ、去年検索してて。そう、じゃあ僕が入ったらあれコピーあげるからタダでできますよ。それでいろいろ質問があれば私がその変わってさ出せるから、それタダでそれでやろうかと思ってんだけど、それでこういうのをね一生懸命やってるのが有識、有識とかね、あと愚者なんかそうだな、愚者。有意識っていうのは今東大寺とかああいうとこですね。これ古い東大寺が有意識だって。愚者なんかもそうかな。有意識、そう。有意識3年、愚者8年とかなんか言うらしいんだな。要するにすごくもう愚者なんてもう本もないから。中身もぐしゃぐしゃだって話になったけど、すごい強烈に難しくてさ、難しくっていうか反差っていうか、なんつうのかな、こうなんかすごい、私も知らないですよ、ぐしゃ論なんて。有識ちょっと啓蒙書読んだことがあるぐらいでね。で、有識でも使うみたいな、ぐしゃはもう全然わけわからないと、こういう感じ。大蔵経こんなすごい熱いの読まなきゃいけないし、そんな読んで意味があるのかないかっていうのは別だけど、なんかまあぐらい、まあ有識学ぶのに3年かかる、愚者は8年かかると、こういう桃栗3年柿8年にさ引っ掛けてこういうのありますけどね、まあ、こういうのを一生懸命あれしてるのが有意識とか愚者論ですよ。それで、その五感があるんですけど、この五感っていうのは非常に簡単なんですけどね、ここだけがちょっと特徴的なんですよ。どう特徴的かっていうとね、目っていうのは目を見ないよね。目は自分の目で目は見ない。耳は耳を聞けない。鼻は自分の鼻の匂いを嗅げないんだな。なんか嗅げないこともないのかな、嗅げるのかな、わかんないんだけど。で、舌は自分の舌の味がわからないね。だからこれは全部なんていうの、対象を持たないんですよ。対象を持たないっていうか、自分を対象にできない。ところがこれだけはね、自分を対象にするんだ。思考っていうのはどういう性格があるかって言ったら、いや熱いなと思うでしょ、熱いなとこう思うわけだ。熱いなってことが分かるんだ。これ思考でしょ。で、熱いなって分かったのは思考なんだよ。で、それで